相変わらずね、この架空請求迷惑ホルダーにたまりにたまっていた架空請求詐欺メール、タイトルが重要なお知らせっていうタイトルで来てまして、貴殿の携帯端末より以前ご登録されました有料アダルトサイトにて無料お試し期間内での退会手続きが確認できておりません。登録後長期間放置状態となっており、これ以上現在の状態が続きますとご利用規約第4条1項に基づき法的手段による90万円の違約金請求となります。退会処理後データベースの抹消手続きについては下記番号へ早急にご連絡くださいと。はい、有料アダルトサイトをね、はい、登録してもらったんですけども、はい、ずっと放置状態になってるんで、ほうほう、はい、お支払いまだいただいてないんで、はい、まあ、ご利用規約っていうのがあるんですけども、はい、まあ、第4条1項に基づきまして、まあ、90万円なんですけども、90万円、はい、違約金請求となりますので、はい、支給お支払いいただけますでしょうか。に登録した身に覚えが全くないんですけど。あ、いえ、きちんと登録されてます、記録は残ってますので。記録？はい。閲覧記録きちんと残ってますので。はい、で一応放置されてるので、はいはいはい、まあ、今現状90万円、まあ、これ法的手段取りますので。登録 した覚えないで、まあ、証拠とかあるんですかね。ありますよ、きちんと、もう閲覧記録残ってますので。そもそもでも僕そんなやった覚えないんですけど。いや、あるないに関わらず、もうこちら記録残ってるんで。おう、支給払ってもらえますか。記録残ってるんで、はい、まあ、出るとこ出てもいいんで、こちらとしましては。いやいやいや、別に出るとこ出て別に僕も全然構わないんですけども。いや、もうそれはね、はい、ここで電話で口論してもしょうがないんでね。裁判やったらあなたにもね、社会的地位あると思うんで、はい、ここはね、穏便に済ませるという意味で、はい、90万円を、はいはい、ここで払っていただいた方が、あなたのためになると思ってこう言ってるんですよ。払えって言ってんだよ、だからよ。おぉ。あ？いらねえよ。そんなの。そんな名前知らねえよ。あ、いいから払えよ。いや、してる詐欺なんじゃないですか、これ。ちげえよ。え？あ？こっちは法律に乗っ取って、きちんと債権回収してんだよ。払えよ、この野郎。いや、法律に乗っ取ってっていうのはちゃんとした証拠見せてほしいんですけどね。だ、証拠は見せるっちってるじゃねえか。いや、どうやって見せるんですか、じゃあ。裁判でもな、裁判を起こした際にこっちは見せるから。だ、その前にあなたにも社会的地位があると思うから。はあ、な、穏便に済まそうって言ってんだよ。わかったかよ、この野郎。なんでそんなにあ、切りやがった。はい。あ、すいません。先ほど電話したものなんですけども、うん、なんか電話が途中で切れちゃったんですけども。っていうかさ、お前さ、はい。YouTuber だろ？え？なんですか、YouTuber って。YouTube 上げてんだろ、お前。たんですけども。っていうかさ、お前さ、はい、YouTuber だろ。え、なんですか YouTuber って。 YouTube 上げてんだろお前。え、もう何の話ですか。なんかカズシズチャンネルっていうチャンネルの動画見たんだよ。ああ、そうなんですか。はい、ああ、まあ、勝手にな、電話のやり取りな、はい、載せてんじゃねえよ。いや、まあでも法律に基づいてやってるっていうんであれば、別にこの会話をこう公表されても何の問題もないっていうことなんじゃないですか、本当は。あ？いや、お前俺の許可取ってねえだろ。まあ取ってないにしても何にしても、まあこれ詐欺でしょ、これ。いや、お前の動画にも書いてあるよな。はい。いかなる理由があろうとも、引用、切り取り、スクリーンショット。はい。音声のみでも無断使用禁止しますって書いてあるよな。うん。はい、書いてありますね、はい。あ、なんで勝手に俺らの会話、動画撮った、動画載せてんだよ、お前。いや、それはだってそちらがさ、犯罪撲滅のために僕はこういうのをやってるわけであって、これ犯罪なんじゃないかって、詐欺なんじゃないかっていう疑いがかかってるわけですよ。で、その疑いがじゃあ、もし、ちゃんとした法律に則ってやってるものなんであれば、
ちゃんとそれを疑いを晴らせばいいんじゃないですか、それは。あ？違います。お前だってやな、犯罪、お前だってな、はあ、うん。勝手に人のな、肖像権を侵害して動画載せてんだろ、はあ、いや、肖像権。前の動画消せよ。いや、肖像権の侵害も何も、じゃあ、例えばで犯罪行為があって、それがニュースで報道された。じゃあ、それがニュースで報道されたのは、じゃあ、それも犯罪になるんですか？それ違うでしょ？それが公平性っていうもんだと思うんですよ。だから、あなたがやってることが詐欺じゃないっていうんであれば、僕はもう改めてあなたにちゃんと土下座をでもしても、何してでも謝りますよ。で、言ったな、お前。はい。土下座するんだな。もしあなたのやってることが詐欺または犯罪行為でなければ、僕はちゃんと土下座でも何でもして謝りますよ。ああ、それカズシチャンネルでお前それ動画載せろよ、この野郎。載せますよ、載せますよ。あなたもちゃんとそれは、あなたがやってることが詐欺じゃないっていうことを証明してくれるんですね。ああ、してやるよ。どうやってしてくれるんですか？ああ、きちんと IP アドレスからお前が閲覧したっていうの記録を全部見せてやるよ。な。だから、そのね、IP アドレスって今何の役にも立たないらしいですよ。なんか情報によると調べたんですけど。なんか IP アドレスとかなんとかっていうのはなんか10年ぐらい前の話らしくて、今なんかその IP アドレスがどうのこうのって何の役にも立たないらしいんですけど、それ知ってました？それは、ね、はい、警察にもちゃんと調べをね、はい、情報開示を依頼すれば、はい、閲覧ね、はい、きちんと出るの。おお、じゃあそれをしたんですね、じゃあ。これからすじゃあ今の段階、じゃあ今の段階、じゃあ僕が見たっていう証拠はじゃあ分かってないわけですね。だからその前にね、穏便に済まそうとしてね、90万払えばね、あなたの社会的地位もね、汚されずに済むだろっつってんだよ。いや、だっていずれに、うん、あのね、あなたの言ってることちょっとそもそもおかしいと思うんですけども、僕が見た記録っていうのがまだ明確に証明できてないのに、その前に、あなたの社会的地位を守るために90万円で許してやる。それおかしくないですかね？じゃあ何がしたいんだ、お前。いや、だから。まず90万払うか、ね、払うか裁判を起こすか、ね、またはお前の動画を消す、前のあの動画を消すか。お前組織でお前潰すぞ、この野郎。組織？ああ、何の組織ですか？こっちだって組織やな、カワやってんだよ、この野郎。え、何の組織ですか？もう怖いな、何ですか、それ。あ、また切りやがった。またかけてる。俺しつこいよ、これ、こういうのは。もうこういうやつはね、ちょっと許せないからね。何度でもね、しつこくかけてね、やってやんないとダメですね。はい。あ、すいません、先ほど電話したものなんですけども、いや、なんか、途中で話切れちゃったんで。ああ。なんで切っちゃうんですか？お前の目的何なんだよ、だから。いや、僕は、だから、このメールが、こう、身に覚えのないメールが来たんで、こういうのを、まあ、やめてほしいんですよ。ああ。まあ、いろんな人に送ってると思うんですけども、ああ。こういうのを僕はね、撲滅したいと思ってるんですよ。ああ、それを、カズシチャンネルで。はい。よくやってんだ。まあ、よくやってるっていうか、まあ、今回2回目なんですけども。ああ。はい、あ。あなたなんかさっき組織とかなんとかって言ったけど、何の組織ですか？それお前に言う必要あるの？いや、それはあるでしょう、それだって。まあ、僕脅されたような立場ですからね。いや、それ脅したか脅されたかは。はい。うん。それはあれだから、その、解釈の仕方だから。いや、解釈の仕方も何もね、身に覚えのないようなね、メールが来て、そんな90万円っていう大金を払えと言われて、それで組織上げてどうのこうのって言われたら、それは誰でも脅しと取るでしょう。うん。違いますか？じゃあ、こちらとしては何？その、費用かかった90万円を諦めろっていうこと？はい、いや、諦めろも何も、これだってそもそも多分、これ、おそらくっていうか絶対詐欺でしょ、これ。もうぶっちゃけ言ってくださいよ、これ詐欺。詐欺でしょ？騙して取ろうとしたんでしょ、これ。いや、騙して取ろうとはしてないよ。だってこれ、明確なんだって僕が使ったっていう証拠は、これから裁判にかけて、開示請求をしないとわからないわけでしょ？今のところはね。今のところ、じゃあ、今のところわかんないのになんでそんな90万円なんていう大金請求するんですか？90万円、それはあなたが見た、ね、
はい。弊社のチャンネルにかかった費用だから。あ、そもそも、最初の。ええ、うん、そもそもですね、その、まあ僕が見たとされてるチャンネルってどういうサイトなんですか？アダルトサイトだよ。アダルトサイト、アダルトサイトでもいろいろこう、うん、ジャンルがあるじゃないですか。うん。それ俺に言わせんのか？お前が恥かくだけだぞ。いや、だって僕見てないものは見てないから別に恥かけようがないですからね。どういうやつなんですか、それは。アダルトサイト、アダルトサイトだよ。いや、そこの明確なとこは言えないと。電話口で言うの？生々しく？いや、生々しくも何も、だって、僕は見た覚えもないし、もうアダルトサイトとかそういうのは危ないとこには飛ばないようにしてるんですよ、インターネットとか。じゃあ、お前、言えるのか？一度も今まで見たことないって言えるのか？まあ、一度もないとはね。自分の胸に手を当てて。まあ、一度もないとはそれは言えませんけども、そんなね、有料でこう課金するみたいな、登録するとか、何かこう利用規約があるみたいな、そういうとこは行った時ないですね。はぁ、あ。そうやって白を切るのか。いや、白を切るも何もね。まあ、そんな組織を挙げてどうのこうのって言われたらね、こちらも構えるじゃないですか、それは。じゃあ逆に言うけど、こちらとしてもね、メンツもあるんだよね。はい。うん。ちゃんときちんと第4条1項に基づいた90万円なんだけど、はい、逆に言うと、いくらぐらいだったらお支払いいただけますかね。いくらぐらい。っていうわけにはいかないでしょ？せめて。いくらぐらいも何も、俺いくらも払いたくないですよ。だって使ってないもん。全く払わないと。全く払わないです。だって使ってないもん払ったってしょうがないでしょ、そんなの。お金ドブに捨てるようなもんじゃないですか、それ。はぁ。違います？オタクそうやっていろんな人騙してるんですか？騙してないっちゅう。騙してるか、こういうメールして電話かけさせて、こうやって脅すようなことしてるわけでしょ？そんなことない。きちんとね、払っていただいてる、ね、人ばかりなんだよ。あんただけだよ、こうやって。じゃあ、この利用規約第4条って言ってますけど、第1条の1個言ってみてくださいよ、じゃあ。何を？利用規約。きちんと同意をする、同意しないで、同意したことに基づいて、これ、こう、利用が変わるってことは書いてあるんだよ。いや、だからそこを、その1項だけちょっと言ってみてくださいよ、じゃあ。第4条まであるんだったら、第1条のとこ言ってみてくださいよ。第1条？はい。うん、だから、その同意をしたという、なした場合は、その、ね、課金の、要するに何分でいくらいくらこれこれかかるっていうこと、料金体系がまず書いてあるんだよ。いや、だからそこをちゃんと言ってみてくださいよ、じゃあ。だそれはちゃんときちんと、だったら、メールで送った通りな、見たいって言うんだったら送るよ、今。この電話でね、いちいち行動で話すことじゃねえから。はい、あなたそれ言えないんでしょ？多分ないから、これ。もともとないから。お前ね、これね、利用規約ってお前何条まであるともたくさんあるんだよ、お前。全部暗記してるわけねえだろ。じゃあ何条まであるんですか？え？何条まである？ 100 条近くあるよ、それは。100条もあるんですか、それが。あるよ、それは料金払ってくれた方、払ってくれない方、要するに遅延した方についてそれぞれ、枝葉してあるんだよ。いや、あなたは今100条近くって言ってましたけど、100条なんですか？ 100 条近くなんですか？どっちなんですか？ぴったりじゃないけども。はい。だってそれ、規約だから、ちゃんと明確に決まってるわけじゃないですか、そういうのって。決まってるよ。だからずっと下までスクロールしていただいて、あなたに同意するってのを押していただいて、初めて URL、はい、クリックして、映像が流れて、あなたも見て楽しんだはずなんだから。じゃあ、決まってるんだったら第何条まであるのか、ちょっと今言ってみてください。だからそれは書面でお送りしますよ、きちんと。100条近くあるっていうのは確かだけども、全部が全部覚えてるわけじゃないから、それ書面でお送りしますよ。あなた、これ詐欺だから言えないんでしょ？お前さ。図星。いや、そもそもさ、会社何？株式会社。これ、存在してるんですか？存在してるよ。存在してなかったら書けないだろ、住所。これ、あなた、一人とか二人でやってる、これ、架空請求なんじゃないですか、もしかして。はぁ？ちゃんとあるわ、株式会社。じゃあ、ここのメールに。個人登記してるわ。あ、そうなんですか？じゃあ、ここのメールに書いてある住所、東京都、まで行けば、あなたに会えるってことですか？あ、会えるよ。じゃあ、来いよ。え？行っていいんですか、じゃあ。来いよ。行きますよ、本当に。ああ。行って。お前もしな、会ったら、お前土下座しろよ。いや、会って、もし仮にこれが僕が本当に見たっていう証拠を提示してもらえるんであれば、土下座でも何でもしますよ。ああ。それお前、カズチャンネルでお前、放送しろよ。ああ、もちろんいいですよ。間違ってましたって、お詫びの訂正入れろよ。もちろん。今までの動画も全部消せよ。いいですよ。だってもちろん僕使ってないですもん、そもそも。どうなっても知らねえからな、お前。じゃあ、ここまで行きますよ。ああ。
あ、行きますよ。待ってるからな。ああ、行くんだよ。今から行きますよ、じゃあ。今日はダメだな。今日ダメ。じゃあ、いつならいいんですか。ああ、じゃあ、来る前に一本電話くれ。これも、まあ、その、常駐してるわけじゃねえから。ていうか、だって会社だったらです、この何、10時から22時の間で、土日祝日休みって、これ以外だったらいるってことでしょ？だからいるとは限らないから、一本アポイント取って、ね、今から行くっていうふうに言ってくれないと対応できませんし。ああ、わかりました、わかりました。じゃあ、その旨、ね、このメールアドレスに返信すればいい。この番号に言えばいいんですか？じゃあ。うん。メールアドレスにじゃあ言えばいいんですね。そうだね。じゃあ、あなたその前に利用契約を全部メールで送っていただいて、それに、じゃあ僕返信しますね。ああ。いいですね、じゃあ。行きますよ。いいよ。ああ、お前も吐いたこともな。飲み込むなよ、配達を。飲み込むなよ、この野郎。ええ、わかりましたよ。この野郎は必要ないと思うんだけどな。なんでイライラしてくんだよ、お前と話してると。なんでそんなイライラしなきゃいけないの？自分の嘘がバレるからでしょ？お前が挑発するようなことは使ってくるからだよ。いや、挑発するも何も、僕は、この、本当のことを言ってるだけであって、使った身に覚えのないものを払う必要はないんじゃないかっていう話なんですけども。まあ、とにかくそれはな、来てみればわかるわ、じゃあ。あ、そうですか。じゃあ行きますよ。はい、わかりました。おいよ、お前一人で行くのか？一人で行きますよ。もちろん。あなたのとこ何人いるんですか？まあ、その時は俺が一人でいるよ。おぉ、じゃあ怠慢ってことですね。ああ、怠慢で、じゃあ。でもね、これね。別に、怠慢ってお前と別に喧嘩するわけじゃねえだろ。まあ、そうですけども。という記録を出すと提示するわけだろ。ああ、だから、それ、記録を提示するっていうんであれば、その記録を提示するには裁判にかけなきゃいけないっていう、さっき言ってたじゃないですか。ああ。じゃあ、僕が行くまでその裁判って終わってんですか、じゃあ。裁判をするんだったらば、きちんと情報か、きちんと情報開示するようにするよって言ってんの。なんか、話がなんか、噛み合わないっすね。辻褄が合わないっていうかね。いや、その前にお前怠慢するって言ったけど、お前何俺に暴力振るって言ってんの？いや、怠慢で話をするっていう。対面という、怠慢で話をするっていうことでしょ？ああ。でもさ、この住所を僕、Google マップで調べたんですけども、なんかカレー屋さんなんですけど、これ。そもそもこの住所、調べた？ Google マップで調べましたよ。ああ。カレー屋さんになってるんですけど。存在しますこれ。データ、Google マップ古いんじゃないのかな。いやいや、最新のにしてるに決まってるじゃないですか。いや、Google マップはさ、タイズあれだよ。タイムラグあるよ。いや、まあいいや。とにかくあるから、この。で、このカレー屋さんに行けばいいんですね。カレー屋さんじゃないってんの。だから。株式が、だっちゅうねん。株式会社、カレー屋さんですか？だ、カレー屋さんは1階にあるだけだろ。うん。うん、ちゃんとあるから。じゃあそこまで行きますね。ああ、待ってるや。わかりました。じゃあ行きます。はい。はい。待ってるぞ。はい。これはね、行くしかないね。この Google マップでは、まあカレー屋さんになってたんですけども、まあそこが1階にカレー屋さんがあるっていうだけってね、この人は言ってましたけども、まあおそらくこのね、住所嘘なんじゃないかと。僕は思うんですけども、まあね、組織がどうのこうのかなとかって、ここまで言われたらね、もうやるしかないかなって思ってます。はい。まあね、こういったメール、架空請求詐欺メールがね、結構来ますんで、で、皆さんはね、絶対こういうのはかけないでください。で、変なメール、このね、お金を請求するようなメールが来ても、絶対に、そういうのは開かないで、無視してください。無視するか、削除。削除、削除、削除。ね。もうスワイプして削除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 してください。はい。でね、まあ未だにこういった架空請求詐欺メール来ますんで、皆さん絶対ね気をつけてください。まあ僕はね、これからこちらのね業者に、連絡して、まあアジトがね、まあアジトって言ったら会社の住所があるんですよ。で、会社の住所がこのままここに書いてあったんですけども、まあここに、まあ後日改めて行きたいと思います。どんなやつが来るのか、まあ、ここに行ってみたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。